長きにわたり七つの大罪を利用してきたマーリンに不信感を募らせるメリオダスたち。全てはこの目的のためだったのか。その最中、突如キャスがアーサーに襲いかかる。キャスの正体はかつて混沌から生み出された獣の暴君だった。一度は退けられるものの、再びアーサーを狙い現れるキャス。七つの大罪たちとたもとを分かったマーリンはアーサーを守るため、ただ一人キャスに立ち向かう。お前を連れて帰ったのはこの私の不覚。けじめは自分でつける。どうやって？バラバラになったところで僕は殺せない。何としても撃つ。私には王として民と国を守る責任がある。ならばその脅威となりうるものを私が排除せねばならない。民と国を守るってさ、そんなものとっくになくなってるのに。何？あれ知らないの？もうキャメロットはこのブリタニアには存在しないんだよ。七つの大罪と魔人王の戦いが原因でね。嘘だ。信じられないなら混沌の力を使って見てみるといいよ。そんなバカな。アーサー、奴の言葉に惑わされるな。けれど見えるんだ。変わり果てたキャメロットの、誰もいないキャメロットの無残な姿が。王国ならまた立て直せばいい。それに海軍で人質となっていた人々のほとんどはリオネスに避難させてある。地下壕も、地下壕も消え失せてしまった。あそこには人質となった家族や友の帰りを待つ人々が大勢いたんだよ。私はみんなにキャメロットを必ず取り戻すと約束した。なのに私は。アーサー！うっ！フルカウンター。メリオダス、お前。ねえねえ、なぜ二人がここへ。うん、二人じゃないわ。マーリン。アーサー様は早く。あ、気を失っているだけだ。よかった。マーリン、お前には混沌を復活させた責任を取ってもらうぜ。お前はこれから一生をかけてアーサーを守り導いてやれ。わざわざそんなことを言うためにここへ。言われずともそのつもりだ。それとお前のバカを許しちまった俺たちにも責任がある。だから俺たちにお前らを守らせてくれ。いいだろ。オンに切る。どいつもこいつも邪魔ばかり。うんざりだよ。バラバラの肉片が動いてる。あれはバンと同じ不死の類なのか。違う、やつはもはや生と死すら超えた存在だ。アーサー、しっかりしろ。ねえアーサー、
そんなにショックなの？国やトニアルがなくなることってさ、どうせいつかは国なんて滅びる。魔人王と七つの大罪が滅ぼさずとも他の誰かが滅ぼしたかもしれない。ううん、大きな隕石が落っこちて吹き飛んだかも。あとは海に沈んで消えたかもしれないわけで。何が言いたい？結局はみんな同じってこと。何が同じなんだ？無駄なあがきはやめようって忠告してるんだ。どんなルートをたどろうと結局みんないつかは死んじゃうんだよ。人間も動物も国も山も森も湖も川も星も神々さえも。だからお前にさっさと食われろとでも言いたいのか？そうだよ、アーサー正解だよ。ごたくはもういい。とっととぶちのめそうぜ。奴の時間を停止させた。しかし混沌の影響なのか、かけた金珠は不安定な状態だ。いずれ遠くない未来再び復活しよう。何十何百年先かは予想できんがな。ま、そん時はそん時だろ。うん、みんなで力を合わせればきっと大丈夫。さあみんな帰りましょう。みんなにも式に来てほしかったね。仕方ねえさ、エレインがおめでたで晩もつきっきりだろうし、妖精王様と巨人の女王様は妖精界に戻っちまったし、ゴーセルもホークもそれぞれに自分の生き方があるしな。そう都合はつかねえよ。マーリンとアーサー様も元気かしら？あの二人のことだ。新しい王国の再建に没頭してんだろ。苦しいのか？ごめんなさい。どうして謝るんだ？あなたを一人置いていくことになってしまうもの。もう私は二度と転生しない。今日があなたと過ごす最後の日なのね。本当に幸せな3000年だったわ。悲しまないでメリオダス。あなたはメリオダス陛下、大変です。やや、久しぶり。今日は一人？みんな死んじゃった？残念だな。どうしたのさ、なんだか狂いそうだよ。あの時みんな一緒に僕に殺されていれば辛くて寂しい思いなんかせずに済んだのに。もう仲間は誰もいないんだ。諦めなよ。この世に普遍のものなど存在しない。この世は混沌そのもの。いずれみんな消える。
初めから何もなかったかのようにさ。悲しまないでメリオダス。違う、あなたは決して一人じゃない。あなたには私たちみんながついてる。ずっと俺たちの絆は消えやしねえ。永遠に。驚いた。まさか戻ってこれるだなんてさ。エリザベス、みんな。俺が体験したのは幻覚、それとも現実だったのか。そのどちらでもない。まだ確定しない未来、もう一つの世界線といったところです。アーサー無事か。ええ、ですがこのままでは。なんとか奴を倒す方法を見つけないと。無駄無駄無駄。僕は殺せない。アーサーは僕に食われ、僕は混沌と一体化して全てを飲み込む。そうか、分かったよキャス。お前を倒す方法が面白いね。アーサー、僕を倒す方法を思いついたって。バラバラじゃ死なないなら粉々にする、それとも焼く、溶かす、全部試す。その前に僕が食べちゃうもんねえだ。いや、食われるのはお前だ。オイラたちは何を。みんな目が覚めたか。んやー、なんなのこの状況は。倒せぬのならば吸収するまで。ついでにお前が奪った混沌の一端全部返してもらうぞ。やった、返すもんか。混沌の直系たる僕こそがこの力を持つにふさわしい。アーサーの力を押し返そうとしてるの。キャス、お前は混沌の力で何を成したい。全て壊すんだよ。価値あるものはどうせみんな滅んで消える。ならばいっそ僕が全部壊す、壊す、壊す、壊す。こいつは混沌が生んだ破壊衝動の塊か。アーサーこそ混沌を何に使うのさ。懲りずにまた王国を作る。どうせいつかは滅びるのにさ。今頃死んだ民たちは恨んでるだろうね。民も国も守れない無能なをアーサーってさ。アーサー、メリオダス殿。大事なのはアーサー、どう思われるかじゃない、どう相手を思うかだ。私は決してみんなに良い王として認めてほしいわけじゃない。ただみんなに幸せに生きてほしいだけだ。私は誓う、誰に笑われようと後ろ指を刺されようと構わない。誰も苦しまず、誰も悲しまない。誰もがいかなる脅威と厄災にも脅かされない安息の地を、永遠の王国を作ると。永遠の王国を。アーサーってバカなの。永遠なんてありえない、幻想だ。そんな世界はまやかしだ、矛盾だ、混沌だ。あらら、自分で認めちまってやんの。語るに落ちたな。そうだ、私が混沌の王だ。